優勝して終わりじゃないぞ。そうだよ、全員この先もあるんだからな。成長成長して常に大事なのは一人一人がどれだけ気持ち出すかだと思う。正直この試合にメンタルを持っていけるか、みんなで勝って終わりたいって思うか、俺はそう思ってるから、まあだからそういうみんなで最後まで笑って終わりたいと思った。まあ、あと個人的には一人でも多くベストイレブンとかそういう風にねタイトルを 取ってほしい。それはなんでかっていうと、それは個人の賞かもしれないけど、俺たちが頑張ってきた証だと思う、みんなで。俺はそう思ってるから、何でもいい、意気込みでもいい、気持ちでも、あの戦術のことでもいい、ここ気をつけようでもいい、一人ずつ、聞いていきましょう。まずダイヤ、今日の試合こそしっかり無失点で終えれるよう僕も絶対守るので、皆さんも協力してしっかり守っていきましょう。自分たちがチャンピオンになって注目してて、その姿を見せるってことが一番大事で、今後につながっていく試合になると思うので、優勝したから終わりじゃなくて、これはやっぱ継続して結果を出すってことに意味があると思うので、そういう意気込みでこの1試合も今まで戦ってきた33試合と一緒の気持ちで戦って、楽しくやればやっぱり勝てると思うので、しっかり勝って最後までいい姿を見せてもらいたいなと思います。個人的に、まあ、タイトルを取らせてあげたいっていう、まあ、人もいますし、まあ、その人たちのためにも何が何でもここはしっかり勝って、それで、まあ、シーズンを最高の形で締めくくって、最後みんなで喜びたいです。この試合も継続で、来シーズンのことは分からないけど、来シーズン以降もやっぱりクラブに残る人は継続していかなきゃいけない。そのためにこの1試合も大事になってくる。自分たちのサッカー、神戸らしいサッカー、それをやっていきましょう。 OK、 ゴー、 ゴー。
丸じゃないぞ。そうだよ。全員この先丸だからな。成長して成長して常に。同じことは貪欲に。貪欲に。常に貪欲によ。イエーイ。勝ち続けないと。狙っていく、狙っていく。試合の入りからね、その気持ち見せないと。スイープだ、全然か。じゃあ、これで終わりじゃないよ。こっからだからね。ここで見せるのが一番大事だから。全員でもって戦おう。背を使って逆サイドヘディング来たかな。マテウス・トゥーレルフリーになってましたね。はい、どこだ、ヘディング、マテウス・トゥーレル、山川か、山川です、です、ね、山川、山川の頭、
は左足で大迫に入れます。武藤が拾ってパスにしました。ジェアンパトリッキー前に出ました。石川倉田流し込み抜ければメシの前に出ていたマテウス・トゥーレル。ジェアン・パトリッキゴール前に大迫が入った。入れたチャンスーコースが変わった。先制しました神戸。左からドリブル突破ジェアン・パトリッキ56分均衡破れました。神戸先制です。ここのトゥーレル選手でかわした後のフリーランニングのねゴール前の数が多い分こうどうしてもパトリック選手のプレッシャーが強くいけなかったところもあったし、まあ、最後はねイレギュラーで当たって入ってしまうというところありましたけど、この形になる時点でガンマのディフェンスは、ね、戻りながら守備だったんで、はい、それを神戸はしっかり仕留めるっていう、やはり際どいところにボールをクロスを入れれてるっていう状態が大きいですよね。はい、本田が前の井出に預けます。背後にジェアン・パトリッキ井出のクロス、おお武藤ポスト後ろ大迫がいた。左足決定機、はい、今のねちょっとセンターバック間というだけじゃなくて周辺にスペースがあるんですよね。ここ、はい、クロス上がった時に3人で守備をしている感じで中盤の選手がね誰ももう守備できない状態になってる。はい、ドリブルハンダクリア発生。三浦にプレス、さあショートカウンターに持ち込むか。粘る大迫倒れない。佐々木の外を追い越す。佐々木が打ちました。ナイスキーパー。今日今季初出場の石川ヘディング流れて大迫には届かない。最後三浦のクリアです。決定機でした神戸。そうですね、上げたダワン後ろが藤原だ。大迫にボールを入れたところでファイナルホイッスル。Thank you.
まあ、攻守の、ね、やり方っていうのは自分のやり方があるんですけど、まあ、やっぱり自分がブレると選手に迷いが出るし、選手が やはり信頼してついてきてくれたので、まあ、そこが良かったのかなと思います。まあ、まずはね、勝つためにやってるし、そこは、みんなで笑顔で終わって、僕は無事でよく入れるので、良かったと思います。で、佐古も同率で得点を。ごめんね。じゃあ、いい優勝をどっか行きましょう、みんなで。